僕のゼミナール、68回目になります。皆さんお元気ですか？ロバート・セシルについてですね、長々とさせていただいておりまして、小生はですね、話すのが非常に遅いですので、速度を 1.5 倍とか 1.75 倍にしますとですね、15分番組ですね、さっと見直すことができます。前回もお伝えしたんですけれども、1921年ですね、57歳の、ロバート・セシルはですね、まあエスペラン語を使ったですね、エスペランティストだったらしいんですけども、これをですね、国際連盟のですね、言語に提案をしたと書いてるんですね。つまりですね、エスペラン語っていうのがですね、まあ、ルドビコ・ザメホフとその弟子たちがですね、まあ構築した言葉、人工言語でですね、まあ、国際補助語として最も世界に認知された、まあ言語となっていると。つまりもう1921年からですね、実はもう人と物と金を自由にさせる、こういったですね、国家よりも大きな政府、しかも世界規模な政府、アジアも含め全ての政府を、そういった、国際連合とかですね、そういった思想がもう、1921年、つまり第一次世界大戦から思想を持ってて、で第一次世界大戦で戦争に勝ったですね、まあ、今でいうディープステートの子孫たちなんですけれども、こういうふうにですね、今のグローバルイングリッシュといったですね、全ての言葉を共通にしてですね、自分たちの都合のいい世界に変えるっていうのを、もう考えてたということが分かります。でエチオピア戦争とかミュンヘン会談をですね、こういった融和政策に対してセシルは集団安全保障にすべきだと推進していましたから、しかしですね、この1922年の、彼は58歳の時にですね、相互援助条約案をですね、起草する、これもですね、廃案されたということは、実はバランスオブパワーポリティクスとかではなくてですね、全ての国をこうある程度大きな政府というね、そういった形で、まあ、今でいう NATO とかですよね、 NATO の、なんていうのかね、ソ連というかロシアとの国境付近のところで、もしロシアに攻撃されたらアメリカもロシアと戦争しなくちゃいけないような今状況になってますから、実はですね、小さな小競り合いから大きな戦争にこのなりやすくなってるんですね。ですから、まあ、バランスオブパワーポリティクスの方が小生はいいんじゃないかなと。で、全ての国がですね、できる限り核を保有してですね、で戦争は基本的にコストとベネフィットですから、ちょっとこの30分以内に自分の民族がですね、まあ数百万とか、それぐらい死んでしまうんだったらちょっと攻撃しないでおこうみたいな形でですね、ある程度まあ民主主義国家というかですね、でもめっちゃい独裁政権のチャイナが持ってますからね、しかし日本が持ってないというですね、不思議な構造になってますからね。ですから、まあ1922年にはですね、相互援助条約案を、起草してますから、まあ、これも NATO とかですね、 CSDP とか SCO とかですね、CSTO とかね、 USAN とかですね、 PSC ですね、こういうふうに全世界がですね、この集団安全保障っていう形で自分の国を自分で守るっていう形ではなくてですね、全体で守ろうという形にしてするっていうのを実はもう彼らは狙ってたと。で1920年から1922年ですね、彼が56歳から58歳、ロバート・セシルがその時に南アフリカの実利用の、国際連盟代表に就任してます。
南アフリカっていうのはダイヤモンドが非常に出ましたから、まあ、ロスチャイルドなしにダイヤモンドの話をすることはできませんので、ですからね、第一次世界大戦になるときに、あのディープステートというかロスチャイルドというかロックフェラーというか、そういう人たちっていうのは、エネルギーですよね。であとは金とダイヤモンドですね、貴金属、これを握ったところがですね、あとはファイナンスですね、ポンドをするのかドルをするのかですね。実は第一次世界大戦の時まではですね、実はそのアメリカが、イギリスからお金を借りてたんですけども、実は第一次世界大戦が終わった時にはですね、実はイギリスがアメリカにお金を借りてると。ということはですね、債務国はこうひっくり返ってるんですね。ということは、実は1945年にポンドとドルが変わってるんですけれども、実は第一次世界大戦によって市場関係がこう変わってたんですね。こういう金融の動きはですね、あの今の何て言うんですかね、保守の人だったりとかそういった人は全く言わないので、こう話がこうごちゃごちゃになるというかですね、なんか面白くないんですよね。で1923年から1924年、セシルが59から60の時にですね、あの王子上書の地位に就任ですね。君主の私的な、印象判子ですね、判子ですね、判子、要はそのイギリスの王家の判子を、管理する役職について、でその王子証書っていうのは、そういった王室の関連する行政事務を司ってますから、つまり1945年に日本が戦争を負けた後にですね、いわゆるその十一宮家かな、それをこう全部あの民間に戻したりとかですね、あの皇室をあの解体したというかつついて非常に弱い状態にして、さらにですね、天皇陛下とそういった政治とかを完全に切り離す形にしたんですけど、実は1923年ぐらいから実はイギリス王室が、それまでにそのお金の部分で言えば、あのネイサン・ロスチャイルドからかなりあの貸し借りというかですね、あのイギリスの貴族だったりとか王室に対してそういった部分では握ってたんですけれども、完全に握ったのが1923年と小生は解釈してます。で1924年から1927年、60から63歳の時ですね、セシルは、ランカースター公領大臣を務めたんです。でランカスター公っていうのがデューク・オブ・ランカスター、イングランド公爵位で、王族であるランカスター家と密接に結びついており、現在はイングランド王位保持者の称号の一つとなっていると。これをですね、実はディープステートが握って、さらに FRB を1913年に作ってるんですね。でその FRB のそのドルをこうするところを作って、さらにアメリカが今まで借金背負ったのがイギリスが借金を背負うようにしていると。つまり金融という部分に関しても、そういった 王室ですかねに関しましても、ここで全部握られてるんですよ。これ第一次世界大戦以降に全部握られてるんです。で国際連盟という形のその国家をコントロールする大きな政府もこういうふうに作られてる。これがわからないとですね、今世界で起きていることがわからないんですね。つまりその、ウッドロー・ウィルソンっていうペンシルバニアの、まあ、
学長というか無名だった大統領を、大統領にするぐらいの力を持っている人たちがアメリカとかヨーロッパっていうのをこうコントロールして、で大きな政府を作って今の、国家秩序というか世界秩序ですね、グランドストラテジーを作った。ここの歴史がわからないと何にもわからないんですよ。これが大切ですね。で、これがもう少し面白くて、1927年、セシルが63歳の時に、ジュネーブで行われた海軍会議では、アメリカ、まあおそらくディープステート側ですよね、巡洋艦のサイズと大砲の口径で譲歩する代わりに、イギリスの巡洋艦を70隻から50隻に削減しなさいという案がされた。なんでそれが言えたんですかというと、第一次世界大戦からイギリスがアメリカから借金するようになったからなんですね。金融という部分を握られて、でさらに大きな政府を作って、イギリスの持ってる船軍艦を減らせとかね、なんで持ってる大砲のやつもなんとかしろとか。で、実は大切なのは、ピースの語源はパクスなんですね。なので、ものすごい強い国が一つあれば、戦争ってほとんど起こらないんですよ。なぜなら、一撃でやられるからですよ。言ってること分かりますかね。つまり、イギリスの軍事力、海軍力を落とすと、非常に戦争が起こしやすくなるんですね。で、1930年代ぐらいからですね、実は、ヒトラーがですね、ナチスを作って、で、アウトバーンとかでですね、で、お金を貸してたのは JP モルガンなんですね。つまり、ディープステート側はですね、ユダヤ人じゃない、なんですかね、ファイナンスを使ってお金を貸すと。そういうふうにですね、やって、つまりドイツとイギリスの、軍事力をこう同じようにする。じゃあこれ今日本で同じこと起きてませんか？十数年前は100回やったら自衛隊が100回勝ってたのにもかかわらず、今はですね、アメリカからですね、日本がチャイナに届く長距離のミサイルを作らないようにさせられてます。しかし、チャイナは日本に届くミサイルがあるので、実は100回やっても100回負けるようになってるんです。なので、アメリカが参戦しますとちょっとわからない。どういうことですかというと、自衛隊とかですね、そういったところの力を弱めて、チャイナと拮抗するような形にすると戦争が起こりやすくなるんですね。言ってることは分かりますか？これ今日本がその10年前というか、まあ1990年代初頭ぐらいからずっとこうされてたことを、実はイギリスがされてたんです。つまりパックスアメリカーナからあパスパックスブリタニアかからパックスアメリカーナに変わっていくようにさせられてたんですね。しかしイギリスの、代表団がですね、まあ寛容性を減らさないと。で、会議から降りたので、で、まあ、セシルがですね、これを見て政府の役人を辞任したと。ですからね、そういうふうにですね、大きな政府ができると、実は大きな政府を作った組織がのやりたいように実はこうコントロールできるんですね。イギリスお前船減らせと、軍艦減らせと、大砲のやつも変えろと、そういうふうに言われて力をこう均衡にさせるんです。そうなってくると戦争が起きやすくなりますね。言ってることは分かりますか？圧倒的に強いと戦争は起きないんですよ。ですから、もしくは今のように核のように30分以内に敵国を、数十万人、数百万人、もしくは複数飛ばせば数千、1000万ぐらい殺せるものがあると、
コストとベネフィットがありますから、つまり核を無効にできる兵器ができるまでは核を持った方がいいって言ってるのはこういうことなんですね。で、まあこの1923年から1946年、セシルは59歳から82歳までイギリスの国際連盟の代表、まあ、会長ですよね、務めてますから、要はそういった自分が国際連盟って言って、国家よりも大きな政府を作ってやりながら、その国はこうしなさい、ああいうふうにこうしなさいって干渉してくる。で、さらに言えば金融も握ってる。わかりますか？これ今世界、今現在の世界で起きてることが、第一次世界大戦以降に作られた秩序である。これがわからないとですね、ダメなんですね。1946年の、春ですね、ロバート・セシルが81歳の時にジュネーブで開催された最後の国連連盟総会に出席し、セシルの有名な結びのスピーチ、The League is dead, long live the United Nations。 発音悪いな。国際連盟は死んだ。国際連合万歳と幕を閉じたと。で、その後ですね、セシルが貴族院の議員となったりですね、国際連盟連合を、発展的解消した国際連合協会の名誉会長としてですね、国連を支援しながら13年間生きてた。すごいですよね。つまりその、1923年からですね、1958年ですね、本当に恐ろしいですよ。ですからもう本当にこういうふうにですね、彼らがですね、で、1958年の11月の24日にロバート・セシルは94歳で亡くなって、相続人がいなかったため団員は途絶えたと。わかりますね。わかりますよね。これがディープステートの、まあ、その時には言葉なかったんですけどね。ロバート・セシルのこと誰も知らないんですよ、教科書で。不思議ですね。それでは、チャオ。